アロハ、こんにちは。 DJ ソワラです。メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、シリーズハッピーラッキー装備召喚、本日はファイナルファンタジー7やっていきたいと思うんですが、毎回恒例メンバーチェックワンツーしていきましょう。はい、ファイナルファンタジー7のパーティーなんですが、実際的に言うと、なんだろう、絶夢も30秒切りしてるんですが、このパーティーでやってるわけではなくて、まあ、ティファちゃんは地属性スタメンですね。純白オーディンもで、絶夢ではスタメンではないんですけど、まあキャラアイティファちゃん、フレンドもティファちゃんにしてますね。ケットシーは純白オーディン、全部ほぼ全部スタメンですね。でクラウド様なんですが、地闇シリーズスタメンですね。エアリスは結構いろんな場面でスタメンですね。でセフィロスは闇、絶夢もシリーズスタメンでやってます。それではチェックワンツーしていきましょう。まずはティファタンから。ティファタンめちゃくちゃ好きなので、一番の推しキャラではありますね。はい、シンクロ2のみ持ってないですね。今後ちょっとコンプリートしていきたいと思います。ケットちゃんなんですが、はい、この星を守るんや覚醒で純白オーディン、ほぼ全てスタメンになってますね。はい、シンクロはゲットならずでしたが、まあ、いずれ回収したいなと思います。専用アビも解放してあります。クラウド様なんですが、はい、コンプしてます。さらなる高み期待してます、クラウド様には。エアリスさんなんですが、まあ、覚醒、まあ、星6戦技イノセントキア、まあ、これですごい頑張ってますね。なかなかもうほぼヒーラートップ3には入るんじゃないでしょうか。でセフィロスさんなんですが、はい、シンクロ覚醒持ちで、なんだろう、炎系は持ってないって感じですね。ステアップのためと、まあ、新たな可能性で集めたいとは思っております。他のメンバーを見ていきましょう。バレットさんなんですが、バレットの旦那、はい、まあ、一応覚醒持ち、シリチェン持ってます。でレッド13なんですが、治癒魔法ではスタメンですね。はい、覚醒持ち、チェイン持ち、シンクロ欲しいところではあります。マテリアは持ってます。ユフィちゃんは水物理ではスタメンになっております。覚醒ですね。で水チェイン持って出て、覚醒持ち、覚醒は地水両方持ってますね。でシンクロは持ってなくて、リミットブレイクオーバーフロー、まあ、この辺り回収できたらなと思いますね。新しい超絶も持ってないので、いずれドリームで回収は考えております。ヴィンセントちゃんなんですけど、炎魔法でやすため純白オーディンでも頑張ってもらったんですが、いまいちこうアタッカーとしてまだまだなので、シンクロ、あと戦技、覚醒、まあ、新しい新奥義、リミットブレイクオーバーフロー、この辺りも揃えていきたいなと思います。ザックスさんなんですが、純白オーディン、風物理はスタメンだったんですが、チェイン持ちですね。あと弱体超絶、短縮超絶、あと弱体戦技ですかね。ちなみに絶夢ではスタメンです。はい、はい、シドちゃんなんですが、シリチェン覚醒持ちですが、まだスタメンとして使ってはいないですね。レノちゃんなんですが、まあ超絶バースト、ハイフチェイン、そんな感じですかね。シンクロ覚醒集めていきたいところではあります。レノちゃん好きですからね、かっこいいぞと。アンジールはですね、戦技のみ。シャッチョさんはですね、はい、覚醒だけ持ってないですね。あとはレンズ交換できるマテリア、シェルクがチェイン超絶バースト。ルードちゃんはですね、なかなかまだまだなんですが、バースト戦技、ハイフチェインですね。ルードボーイ、イリーナちゃんなんですが、チェインオバフローギ超絶2個持ち。ジェネシスちゃんはですね、全く何も持ってないですね。マテリア1個のみ。それでは行ってみましょう。ガチャ回していきましょうか。DJ ソライズメロージャム TV シリーズハッピーラッキー装備召喚、本日はファイナルファンタジー7、シックスアニバーサリーパーティーカウントダウンガチャですね。ファイナルファンタジー7行きましょう。わお、セフィロスさん。では早速回していきましょうか。おっとエラー出たか。おっと呪われてるセフィロスの音楽で、まさかの、みんなこの時間もうやってるんですかね、回してるんですかね。12時。では取り直していきましょう。しゃあ、あれやばくないですか。
読み込みに失敗しましたぞと。おっと、こんなこともあるんですね。いやいや、これはノーカットでいきましょうか。ファイナルファンタジー7、いい引き見してほしいですね。いきましょうか。集中してるんですかね、やっぱり。7は、シリハピー全員、皆さんがこう全部のこうシリーズ回さなくても、7は回す人はやっぱ多いんじゃないでしょうかね。まあ、そんな感じもしないでもないんですが、12時過ぎたところ。ここでシリーズハッピーラッキー装備召喚を回していきましょう。全部で行かせてください。今のところミラボ全部出てるんですけど、とてつもなく被りなんですよね。おっしゃ、ドクターモグちゃん、新規頼みます。カモン、ホロイムは2個来た。2個来たけど虹。2個来た、被りなしで。イリーナっぽいな。バットじゃないですか、闇戦技かなんか、クラウド。イリーナのスーツ、ホロマトイ、まあ、新規来たのでいいでしょう。はい、ということで今回は DJ ソラーズメロージャム TV ファンタジー7のシルダピラキー装備召喚、まあ、クラウドさんも出たんですが、クイワットかぶりでしたね。まあ、結構見た目的に嫌いじゃないんですけど、ファンタジー7リメイクでもありましたが、まあ、使いにくかったですけどね。イリーナ新規ということで、まあ、新規アラザハスって感じですね。イリーナ集めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。DJ ソラーズメロージャム TV 毎日更新頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。